はい、皆さんこんにちは。心理カウンセラーの典武健太郎と申します。今日もご覧くださりありがとうございます。今日はですね、○○○○大規模臨床試験等事業の事業者を募集している。これ、厚生労働省のホームページの中に公示されています。よく原口和弘議員が岸田首相がですね、この日本を世界で一番治験のしやすい国にするってね、発言しているってことをおっしゃられていましたが、これ日本がですね、本当に○○○○の治験大国になろうとしているんじゃないかと。そしてこれはその後ろ側で、WHO のパンデミック条約や IHR 改定、そういうこととも全部連動してつながっていることなんではないかなというふうに、想像しています。そのことについてちょっと取り上げたいなというふうに思います。その前に1点ご案内です。2月の23日、金曜日の祝日に、名古屋で、参政党のタウンミーティングで、講演の方をさせていただきますので、よかったら概要欄の方からチェックしてください。それでは本題に入りたいと思います。これ2月13日に、これ厚生労働省のホームページの中に、掲載されていたものになるんですが、公募公示ということで、○○○○これね、○○○○大規模臨床試験等事業についてということで、次の通り、○○○○大規模臨床試験等事業の実地、事業者を募集いたしますというふうに、載っていました。これですね、事業内容として、○○○○大規模臨床試験等事業は、今後のパンデミックに備えるべき重点感染症の○○○○開発に挑戦する国内製薬企業等に対し、特に○○○○の有効性を検証する大規模臨床試験の実施に関する経験や知見を蓄積させることで、次のパンデミックにおける日本国内での○○○○の迅速な応用開発につなげることを目的として、重点感染症○○○○の大規模臨床試験等を国際共同で行うために必要な経費を支援するものです。要は国が支援するので、これを協力している事業者を募集するということですね。本公募ではこの目的を達成するため国内製薬企業等が計画している重点感染症に対処する○○○○の、臨床試験事業を募集しますということで、今募集がかかっております。まず一応僕の考えとしては、いろんなことを研究したりとか、新しい技術をね、研究したりとか、開発したりとか、例えば治験をするとか、臨床試験をしっかりやるとか、そういうことは当然ですね、新しい薬を開発するにあたって、もしくは新しい○○○○を開発するにあたって、それはすごく必要な部分ではあると思うんです。一般的にはね、必要な部分だと思うんです。だけど、今回の、人類で初めて使われたと言われているメッセンジャータイプの○○○○というのは、とにかくこれは素晴らしいものだ。安全で、非常に効果がある。という触れ込みでスタートした。そして、実際には、副反応報告制度だったりとか、予防接種健康被害救済制度の客観的なね、上がっている数字を見ていくと、歴史上今までにないような数字が上がってきているわけです。これちょっと YouTube 上、ちょっと言葉を濁しながらというか、柔らかくお話をしています。ご理解いただければと思うんですが、一応そういう数字が厚生労働省上にも上がってきています。ということは、新しくさらに次の今後のパンデミックに備えるべきって書いてるんですが、その次のパンデミックに備えて、また○○○○を開発していこう。その臨床試験を大規模にやっていくという前に、そもそも今までのものはどうだったのかということをしっかり検証して、そもそも今のこの制度がいいのかどうか、今回はどうだったのかどうか、そちらをきちんと検証した上で、新しいものを開発したりとか、研究するっていうことをしていかない限り、また同じことが繰り返される可能性があるということですよね。で、それを、言葉を見方を変えたりとか、言葉を変えると、日本が今だんだん臨床試験とか治験のこう先進国みたいな風になりつつあるんじゃないかなというふうに思うわけです。○○○○の製造工場もいっぱい日本の国内にできてきている。そして、新しいタイプのレプリ○○○○とか、自己増殖型のやつですね。あれは世界で初めて承認されたのがこの日本なんですね。なぜ世界のどの国よりも最初に日本が承認されるのか。そして、今後その自己増殖型のものが、使われて近いうちにね使われるだろうと言われているんですが、これ当然日本国内で承認されているので日本国内からスタートするわけです。そうするとこれ世界の人から見たら日本人が大になってるんじゃないかと、そういうふうに見てるんじゃないかという見方もできるわけですよね。だから非常にここに関しては慎重にならなければいけない。今回の3年間を振り返って一般的な当たり前な、客観的な、ね、別に反○○○○とかじゃなくて、もちろん必要な薬だったり必要な○○○○は開発することはすごく大切なことかもしれない。ただそれをも大切かもしれないけど、それ以上に今回のあれがどうだったのかっていうことを振り返って検証して、そのやり方を見直すってことはもっと大事なことだと思うんですね。それなのに、今までのことは、いや、問題はありませんでしたと。そして、これから先についても、もっと次のパンデミックに備えて、もっと迅速に開発したりとか、実用ができるための体制だけ作っていきましょうという、前に進むことだったりとか、広げることだけを今一生懸命やっているわけなんです。これが一番怖いことだなというふうに思います。で、今現在、日本の国内での予防接種健康被害救済制度の現状を、一緒にちょっと紹介したいと思います。これは2月の19日に最後の審査がありました。その結果ですね、これ臨床薬学博士の堀内ゆかり先生が、作っていただいている、非常に見やすいグラフですので、こちらを活用させていただいておりますが、日本にはあれを接種した後に、どうしても健康被害に遭われる方がいるので、そういう方を迅速に救済する制度を作ろうということで、予防接種健康被害救済制度というものが昔からあります。もう40何年前からあるわけなんですね。そして、その制度、今回の、新型コロナ○○○○の、申請数ですよね、などの詳細なんですが、今までの累計、この3年間で、新達受理件数が1273件、もうこれ1万件超えてるわけですね。これ非常に申請を出すまでにハードルが高いと言われています。書類をね、非常に集めなければいけない。だから、多くの人がそこの出す前に挫折してしまっている人が多いと言われているので、これは氷山の一角なんじゃないかというふうに言われているんですが、一応受理された件数で、今のところ1273件です。これは今増え続けています。そしてそのうち、認定された人が6276件。まだ着手できてない人、未着手の部分ですね、が2801件。全体の 27% が、まだ件数が多すぎて、着手できていない状況になっています。そして認定された6276件のうちの、死亡一時金や葬祭料などの、死亡一時金等の、認定された人の件数が今463件なんですね。死亡一時金等の、認められた人の件数が463件になります。で、これですね、ここを見ると、全体の新達受理件数から未着手の件数っていうのが全体の 27.3% って書いてあるんですが、実はこれ厚生労働省の審査の結果の詳細の一番最後のところに、一応死亡一時金、または葬祭料にかかる件数の新達受理件数が載っているんですが、これ、死亡一時金等の件数っていうのは今のところ受理されている件数が1194件受理されてるんですよね。で、1194件受理されて、まだ未審査のものが、審査されていないものが、実は627件あります。要はこれまだ 50% 以上が死亡一時金等にかかる、もののに関するものは 50% 以上がまだ未審査の状態になります。全体からすると 27% が未着手ですけれども、死亡一時金や葬祭料にかかるものに関しては約 50% 以上が未着手の状態ということで、なぜかですね、死亡一時金や総裁量にかかる、この審査っていうのは遅れているということなんですね。全体からすると。っていうことが分かります。で、これ627件、まだ未審査、未着手の状態ですので、今現在463件認定されてるんですが、この627件のうちの8割9割が認定されていくと、今までのね、過去の流れで見ていくと。そうすると、これもう今の時点でも多分1000件ぐらいは超える数字になってるんじゃないかなというふうに思います。そして、これいつもお話ししていることになりますが、過去45年間のこの予防接種健康被害救済制度の、新型コロナ○○○○を除いた過去45年間の全ての予防接種の認定件数が、3522件。過去45年間で。今回の新型コロナの○○○○は、約3年間で6276件ということで、これどんどん増えていって、もうすぐ2倍になろうか、過去45年間の2倍になろうかというぐらいの数字になってきています。そして、そのうち死亡一時金や総裁量に関する認定件数なんですが、過去45年間の累計で151件に対して、新型コロナ○○○○は463件認定されているということで、もうこれ3倍以上、過去45年間の全ての予防接種で、認定された死亡一時金や総裁量の件数のもう3倍ぐらいになってるんですよね、3年間で。しかもこの463件は先ほど言ったみたいに、まだ未着手のものが627件ありますので、これどれだけの差になるのかということですね。これ審査が全て終わったら。というのが、今の予防接種健康被害救済制度の現状になります。しかし、いつも言っているように、武見厚労大臣の記者会見では、いつもですね、この件について、藤江さんだったりとか、他の方が突っ込んでも重大な懸念は認められませんという回答で、終わってしまっていると。要は国としては、いや、問題ないですよっていうスタンスなんですね。問題ないですよ。しかし、現状にはこれだけたくさんの方が本当に苦しんでいて、この○○○○の後遺症に関しては、日本の歴史上始まって最も、多い問題になる可能性もあるということぐらいの数字ですよね。先ほどのですね、大規模臨床試験事業の募集ですね、公募がありましたけれども、そちらの広めることとか、早く開発することとか、早く市場に出すこととか、そういうことに関しては一生懸命国はやっている。しかし、今起きていることの、被害に遭われた方たちの救済だったりとか、そういう人たちへの注意喚起だったりとか、今回の○○○○はどうだったのか、本当に良かったのか、何が問題なのか、そういうことを、振り返っていくとか、反省していくとか、改善していく。そこに関しては、実は、ほぼノータッチに近いような状態で、また次のパンデミックに備えて、もう発信しているということになります。で、これ、WHO が進めているパンデミック条約や IHR 改正の見ていたりとか、あとは WHO のテドロス事務局長の話ですよね。演説とかを聞いていると、もう次のパンデミックが来るんだ。次の疾病 X だけじゃない。疾病 Y、疾病 Z がいつやってくるかわからない。これやってくるのかじゃなくて、いつ来るのかなんだっていうことをしきりに言って、危機感を煽って、もう今のままだと、もう次パンデミックが来たら対応できないよって。だから、何が何でもパンデミック条約だったりとか IHR の改正をしていかなきゃいけないんだ。みんな頼む。協力してくれっていうふうに言っているわけですね。しかし、その新しく通そうとしている IHR 改正だったりとかパンデミック条約もそうなんですけれども、これは WHO を筆頭にいろんなことを決めていって、それが各国にですね、法的拘束力を持つと。各国が従わざるを得なくなっていく。そして、国はですね、今度地方自治体に対して、本当は国と地方自治体って対等な関係なんだけれども、こういう緊急事態の場合は、いろんな指示ができるようにするという、地方自治法の改正を今進めようとしている。だから本当一連の流れ、点と点をつなぎ合わせていくと、もうまるでですね、次のパンデミックが来るということが予定され、そしてそれに備えていろんな枠組み、指示、系統、いろんなことを進めて迅速に進めていくための準備が着々と進められているような感じがしないでしょうか。僕だけでしょうか。ということで、今回の、パンデミック条約 IHR の改正というのは今年の5月に、WHO の総会でどうなるかが決まっていくというふうになっていると思いますので、本当に注目していきたいと思いますし、なんとかしてこれは、阻止してほしいなというふうに思っています。皆さんはどう思いますでしょうか？ということで、僕のチャンネルはですね、削除対策用に全部でチャンネルが5つあります。よかったら全部チャンネル登録していただけると嬉しいです。高評価ボタン、通知ベル設定もよろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。バイバイ。